じゃ、リーダーの俺っちからだな。俺っちは希望の戦士のリーダー、勇者大門マサルだい。毎日ご機嫌、元気100点。得意科目は体育の超小学生級の体育の時間でい。俺っちは希望の戦士をズバババンってまとめる超絶リーダー、大門マサルだい。得意科目は体育で超小学生級の体育の時間なんて呼ばれてたぜ。運動なら何でも得意な体育王だぞ。365日24時間走り続けるのだって楽勝だい。おっと、言い忘れてたけど、希望の戦士では勇者を担当してるんだぜ。勇者でリーダーの俺っちがこの町の新しい支配者になるんだ。勇者でリーダーで超小学生級の体育の時間か。自分で言ってしびれちまうな。リーダーを連呼しすぎだぞ。本物のリーダーならどっしり構えてるもんだ。俺っちは本物のリーダーだい。みんなでそう決めたろ。じゃんけんで勝っただけですけどね。それでもリーダーはリーダーだい。俺っちがリーダーなんだい。わかったわかった。じゃあ次は僕の自己紹介だな。僕は賢者、新月渚だ。こいつらの副リーダーをやっている。僕の名前は新月渚だ。希望の戦士では副リーダーと賢者を担当している。小学校に通っていた頃は超小学生級の社会の時間なんて呼ばれていたけど、何も社会だけが得意ってわけじゃない。得意科目は体育以外全般だ。将来的に社会のエリートを期待されてたって意味での超小学生級の社会の時間だったんだ。ま、モナカちゃんを除いた希望の戦士のおもり役だと言っても間違いじゃないな。希望ヶ峰学園附属小学校時代は超小学生級の社会の時間って呼ばれていたな。希望ヶ峰学園って、あの希望ヶ峰学園？それがなんだ。あ、附属小学校があったなんて知らなかったから。無知な女だ。で、次は誰だ？ジャタロウか？あ、ちょっと待って、その前に自己紹介の練習してもいい？何を言うんだっけな。名前は僧侶キムリジャタロウで、自転車のギアの部分ってじっと見てるとなんだか不安になるよね。走ってる最中に手を入れたら痛いだろうなって想像しただけでゾワゾワしちゃう。あ、ボクチンはキムリジャタロウだよ。鳥の皮ってどうやって食べても美味しくないよね。得意科目は図工で、超小学生級の図工の時間なんて呼ばれてたんだ。図工にまつわることなら何でもござれ。釘抜きもニス塗りもパーフェクトだよ。希望の戦士では僧侶を担当してて。あ、虫が宇宙から来たって本当かな？得意科目は図工で、超小学生級の図工の時間だろ。じゃあ次だな。ああ、言っちゃった。僕が言おうとしたこと全部言っちゃったよ。なんだかお胸がざわざわしてかゆいな。内側からかきむしりたいよ。ジャタロウくんの話はいつも長すぎですね。ゾウの鼻も長すぎですけれど、それを言ったらキリンの首も長すぎです。あとは飛行機の待ち時間も長すぎますし、ゴールデンウィークも長すぎで、とにかく
チャタロウ君のことは気にしないでください。彼は鍵っ子なんです、精神的な意味で。でも私は鍵っ子って嫌いじゃないですよ。なんか秘められた力とかありそうじゃないですか。ほら、異世界系の物語に巻き込まれそうでワクワクしますよね。あ、申し遅れました。私は戦士を担当しています、宇津木琴子と申します。オスメスでございます。希望の戦士で戦士を担当しております、宇津木琴子と申します。戦士なんて男の子みたいですけど、私はちゃんと生物学的にメスなのですよ。かわいいものと向いてある栗がラブの、割とベタな女の子なのです。小学校では超小学生級の学芸会の時間と呼ばれてチヤホヤされていましたが、ま、昔話はどうでもいいのです。以後お見知りおきをお願いします。超小学生級の学芸会の時間と呼ばれていましたが、それは捨てた過去なので割愛しますね。好きな食べ物は向いてある栗です。嫌いな食べ物は向いてない栗です。キャハー、どっちも栗なんて意外ですか。あ、意外といえば、なんとカンガルーって後ろにジャンプできないんですって。それとそれと、これまた意外なことにヘビには耳が。もういいだろう。じゃあ最後はモナカちゃんだよ。うん、わかった。モナカはね、魔法使いなんだよ。モナカはね、モナカって言うんだ。希望の戦士で魔法使いをやってるの。小学校に通ってた頃は超小学生級の学活の時間って呼ばれてたんだよ。学活に超もボンもないって思うかもしれないけど、人をまとめられるのも立派な才能なんだって。でもモナカにしたらまとめるっていうか、助けてもらってるって感覚なんだけどね。不思議とモナカの周りには素敵な人ばっかり集まってくるんだ。あなたもモナカにとって素敵な人になってくれると嬉しいな。それとね、小学校に通ってた時は超小学生級の学活の時間って呼ばれてたんだ。学活はお姉ちゃんにも馴染みのある言葉で言うとホームルームかな。モナカはみんなで意見を交換し合う学活の時間が大好きなのじゃ。だから希望の戦士でもムードメーカー役をやってるんだ。あ、お姉ちゃんって希望の戦士のことは知ってるんだっけ。うん、希望の戦士は世界を魔物から救う救世主です。どうです、素晴らしいでしょ。一緒に魔物退治に励むパーティーなんだけど、僕ちんは嫌われてるから本分仲間外れなんだ。で、俺っちはそのリーダーだ。つまりこの町で一番偉い支配者様なんだぞ。あのさ、魔物とか支配者って君たちふざけてるんだよね。ふざける？だって君たちは子供でしょ。子供なんかが支配者って。子供なんか、え、ああ、これはもうああとしか言いようがありませんね。なりかけだからどうかと思ってましたけど、どうやらもう立派な魔物みたいですね。いいか、大人も子供も関係ないぞ。力があればそんな順列は簡単にひっくり返るんだ。僕らのモノクマを使えばお前なんかあっという間にぐっちゃぐちゃだぞ。ぐちゃぐちゃって
わかる？全身細切れ肉で飛び出した内臓がソーセージみたいに。およしなさいな、茶太郎くん。その手の残酷発言は安く見られますよ。え、僕らのモノクマ？じゃあ、あのモノクマを操ってるのって。そうだい！すっげーだろうわ！モノクマは俺っちたちの言いなりなんだぜ。モナカちゃんの魔法のおかげでな。さすが！俺っちが率いるチームの魔法使いだぜ。魔法陣がなくても魔法を使えるなんてな。みんなありがとう。キャー、モナカちゃんの笑顔は可愛いですね。メープルシロップをかけて食べてしまいたいです。それが本当ならすぐにこんなことやめてよ。やめるって何を？だからあんな残酷なことやめてよ。やめるわけないだろう。少なくとも楽園が完成するまでは。楽園？放送聞いてなかったの？子供たちの子供たちによる子供たちのための楽園だよ。俺っちたちはこの町の大人を全員ぶっ殺して子供だけの平和な楽園を作るんだい。どうだい、すっげーだろ。楽園には学校も宿題もないんだぞ。なんで大人すぐ死んでしまう？子供だけの楽園なのでロリコンもいなくなりますね。みんながロリコンとも言えますけど。でもさ、アイスクリーム屋さんは残さない？アイスに罪はないんだし。何言ってるの？あなたたちが言ってることさっぱりわかんないよ。だからわからなくないの。そう、モナカがそうだって言ったらそうなの。大変だ、モナカちゃんが怒っちゃったぞ。大丈夫だよモナカちゃん、全部僕らの思い描いた通りに進んでるから。そうだよ、モナカちゃんが言えば白いものも黒くなるし、犬だって猫になるし、それからだから怒らないでください。いっぱい大人を殺しますから笑ってください。やいやい、よくもモナカちゃんを怒らせたな。もう堪忍袋の尾が切れたぞ。お前は絶対にリーダーの俺っちが勝ってやるからな。カル、これから僕たちはゲームを始めるんだ。お前はそのゲームで僕たちと対戦するんだよ。すごいゲームなんだよ。神ゲー間違いなしなんだ。何しろモナカちゃん考案ですからね。えへん、そのゲームの名は じゃんじゃじゃーんデモンズハンティングだい。デモンズハンティングとはターゲットになった魔物たちをトーアシティに放ち、希望の戦士の誰が最初にそれを狩るかを競う激アツのゲームなのだ。うわー、楽しそうです。さすがモナカちゃんの素敵アイデアですね。楽しみですねモナカちゃん。だからもうご機嫌直してくれますよね。楽しみだね。やろうやろう、早くやろうよ。まさかそのターゲットって？おい、さっさと準備しろ。何これ？この腕輪はゲームのターゲットに配られる特注品なんだ。無理に外そうとしない方がいいよ。変にいじったりするとボンってなるから。ボンって。
じゃあこれで準備完了だね。よっしゃ、早速人狩り行こうぜ。ちょっと待ってよ、これ嘘だよね。ここまでしておいて嘘なわけがないだろ。大人ならもっと賢いこと言えよ。やめた方がいいって。私なんかじゃゲームにならないよ。あの町にほっぽり出されたらきっとすぐに死んじゃうし。あら、ご謙遜を。お姉さんは簡単には死にませんよ。さっきのテストだって合格だったじゃないですか。それはこの銃があったから。いや、それにしてもさっきのテストは見事だったね。モノクマの襲撃を見事にかわしてここまでたどり着いちゃうなんてすごいよね。さっきの僕のアドバイスのおかげかな。さっきのアドバイス。ただし、みんなと会っても銃を返してもらったことはくれぐれも内緒にしておいてね。死にたくなかったらさ。やいやい、召使いのくせにリーダーの許可なく喋ってんじゃねえぞ。次また勝手に喋ったら接着剤で唇くっつけちまうかんな。それは怖いな。んじゃ、とっとと始めちまうか。どうしてなの。どうしてこんなひどいことするの。私何も悪いことしてないのに。もうお姉さん面白すぎですって。ゲームは楽しいからやるに決まってんだろ。そんなの当たり前じゃんか。そんな理由で。あのね、お姉ちゃんの常識や経験を基準にして考えても意味ないんだよ。モナカたちはそうなんだから仕方ないの。本当にただそれだけなのじゃ。物事に理由を求めるのは大人のすることだ。僕ら子供はもっと純粋でいいんだよ。とはいえ本音を言うと僕はこんな遊びには反対なんだけどな。まだ楽園設立のためにやらなきゃならないことが山積みなんだし。だったらやめない。そうはいかない。これはモナカちゃん提案のゲームだ。モナカちゃんがやりたいって言っているんだ。モナカちゃんはこのチームのお姫様だからね。お姫様のお願いはみんなで叶えてあげないと。モナカちゃんが好きなものは私も全部大好きなんです。そういうことだ。ありがとうね、新月くん。本当は反対なのにモナカのためにいろいろ準備してくれて。よし、お礼に後で美味しいクッキーを焼いてあげちゃうぞ。うん、ありがとう。ああ、新月くんばっかりずるい。私もモナカちゃんのクッキー食べたいです。モナカちゃん、俺っちにはリーダーの俺っちにも。なんで、あなたたちそんな風に笑ってられるの。絶対におかしいって。うーん、大人から見たらそうかもしれないね。でも大人の言い分とかどうでもいいの。それにね、ナイゲコマルさん、今のあなたに何かを選ぶことなんてできないんだよ。あなたは自分の進路なんて選べないの。どういうこと。つまりこういうことだい。
きな耳。子供の目は？かわいい目。子供の口は？大きな口。なんでそんなに大きいの？魔物を食っちまうためだよ。よし、ゲーム開始だい。今の魔物はムカつくから、特に高得点に設定だな。あいつを狩れば優勝のチャンスだぞ。勝つのは私ですけどね。ゲームは現実の人生とは違うんだし、それなら嫌われ者のボクちんでも勝てるかもね。あらあら、ジャタロウくんったら珍しくやる気になって、ますます気持ち悪いですね。ま、どっちにしろ最後に勝つのはリーダーの俺っちだけどな。誰が勝ってもいいけど、ゲームで喧嘩だけはするなよ。ねえ、それよりさ、なんかコーラ飲みたくない？おお、コーラいいな。リーダー命令だ。誰か買ってこい。これでやっとピースが揃ったね。あとは絶望の蓋が開かれるのを待つだけか。楽しみだな。さあ、頑張ってね。キャラの立ってない、平凡で退屈でつまらない主人公さん。